kita dapat juga barang ini dari macam macam kau. Ya, itu macam saya. Ada. Okay, じゃあ始めましょう。最初は簡単に自己紹介してもらっていいですか？自己紹介って何？名前だけ？名前だけでも大丈夫。めっちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。どうぞ。じゃあ最初から私から大丈夫ですか？はい。はじめまして、ジャンと申します。はい、ここには実習生として働いています。今年はですね、まあ、顔見れば何歳と見ますか？20代後半ぐらい。そうですね。今年は26歳です。おお。じゃあどうぞ。はじめまして、マッキーです。23歳です。若はい。マッキーさんですね。はい。次は。ユミです。ユミさん、はい、ユミさんとマッキーさんですね。はい、わかりました。で、私は何人だと思いますか？何人だろう。 Day 2, Day 3, Day 4。 なんかヒントください。最初の文字は E。 インドネシア。え？インドネシア。すごいすごいすごい。インドネシアって何かイメージがありますか？何か知ってますか？インドネシア。バリ島。そう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 。行ったことあるんですか？行ったことないけど。あ、そうなんですか。ジャカルタっていう町で知ってますか？ジャカルタ。行ったことある。あ、そうなんですか。じゃあ何だろう、学校の時、まあ、本当に知りたいんですけど、学校の時にはお小遣い、お母さんからもらったんですか？もらってました。1ヶ月でいくらぐらいもらったんですか？日本だと結構小学校、中学校、高校で金額が上がっていく。あ、年齢で上がっていくみたいな。え、そうなんですか。へえー、知らなかった。ちっちゃい時は500円とか100円とかから始まって、高校生ぐらいになるとまあ3000円とか5000円とか。1ヶ月で。1ヶ月で。あ、バイトとかやってるんですか？学校の時。まあ大学生の時。高校生は？高校生は最後の時。あ、最後だけ。あ、そうなんだ。で、毎月いくらぐらいもらったんですか？バイトから。高校生の頃はまあ稼いでも1万から3万くらい。1万3万。入る日数にもよるけど、3万から5万。あ、そうですか。でもし、1ヶ月でどれぐらいお金を使っちゃったんですか？どれぐらいだろうね。今ですか？学校の時。高校とか。そうね、お金でもなんだかんだでそんな使わなかったよね。遊びに行っても多分1万ぐらいしか使わない。ああ、そうなんだ。今は？今は何も考えずに使っちゃう。今バイトやってますか？やってる。何をされているんですか、マケさんは？居酒屋。ああ、わかりました。私は学童とか。学童って何をやってるんですか？なんか保育園というか、子供の、あ、はい、なんか放課後親がいないお家があるから、それでその子供たち預かって放課後、まあ、なんていう、見て保育してるみたいな。わかりました。大変ですか？まあ大変だけど楽しい。あ、楽しいですね。マキさんはバイトはどうですか？あ、でもすごい楽しい。なんかホールじゃなくて厨房で働いてて、で女の子が自分しかいない。ああ、わかりました。じゃあ周りが男の人ばっかりで、普通に暇だからすごい働きやすい。いいね、すごい。もうどれぐらい仕事、いつからやってるんですか、バイトは？まあ、今年の4月から。今年の4月から。時給で時給、うん、1000
1100円。ああ、そうなんですか。ああ、私もちょうど去年の8月ぐらいからで始めて1年くらいで、それで時給は1100円くらい。ああ、そうなんですね。でもし100万あったら何を買いたいんですか？100万。そう。なんだろう。100万あったら何を買いたいんですか？100万あったら何か分かんない。何買いたいって言ったら引っ越したい。引っ越したい。え、なんでですか？いや、今の家も全然いいけど、もうちょっと広い家に越したい。あー、そうなんですか。なんか車とか、なんか原付とかが欲しいかなって。免許ってありますか？免許は取ります。おー、すごい。高くね？高いですね。いくらぐらい？え、30万ぐらい。30万。高っ。はい。いや、多分それだけですね。で、私もギター持ってるんで、ちょっと一緒に歌おう、歌いませんか、一緒に。大丈夫ですか？まあ、私はね、最近、日本の曲が好きなので、なんか、日本人と歌いたいなと思って。最近、どんな曲が聴いてますか？最近、何聴いてるかな。最近何聴いてるの？ユリ、ドライフラワーとか、あと、バックナンバー。ああ。バックナンバーとか、あと、アイミョン。ああ。好きです。ユリは好き。大好きです。大好き。はい。ってこと
本当に緊張してました。ごめんなさい。でもしこの動画が終わってたら、YouTube に上げてもいいですか？あ、大丈夫です。はい、ありがとうございました。で、まあ、最後、インスタとかやってますか？何が友達になってくれませんか？うん、うん、インスタとか本当に嬉しい。本当に優しさとありがとうございました。信じられなかった。